スチューブだ、えー、最近ちょっと物欲が暴走しつつあるのかまたちょっとヤフオクで中古エアガン買っちゃいました M79 ドオフです、えー、どうやら作ってるメーカーはアローダイナミックのようです M79 ねまあこれはまあソードオフですけど まあ普通はね日本のメーカーというかこのちゃん,ちゃんとしたっていうとちょっと語弊はあれかもしれないですけど M79 といえばクラフトアップル製です僕は普段から使ってる M79 もねクラフトアップルですまあベースとも言えなくもないですけどねでその後ね多分このアーローダイナミックかアイアンっていうとこはね 作ってたと思うんですけどアイアンとこのアローダイナミックの差がどうなのかなみたいなね中華製この辺は台湾かななんかどっちが作ってるんだかなんかよくわからないみたいな時よくありますよねもう一つ言うと、まあ、これはついてたカートリッジですけど使えるんでしょうか、えー、もう一つ言うとね今手に入るやつで言うと 新品で手に入るのは、えー、キングアムズですかねねっどこもねこのソードオフ作ってるんですけどちょっとね画像検索し,してみてあることに気がつきましたどうやらえー、クラフトアップルのソードオフはねもうちょっと長さあるんですよねこれ気づきませんでしたね まあどっちがええかなかなか悩みどころですよね。スタイル的にはもうちょっと長さがあってもいいんかな、みたいなハンドガードがね、こうちょっと短すぎるというか。まあこんなもんなんかこうやって、こうやって打つかな。どうやって使うやろうな。まああの、基本的にはちょっとサイドアーム的に使えないかなと思って、 もうパラコードつけて首からぶら下げとくか、まあ、く首からぶら下げた上に、えー、なんかポーチにね突っ込んで持っとけたらいいかなって思ってますまあこれはあまり長くしゃべることないかなでもちょっと思ってたよりはちょっと操作感がいいんで やっぱフルサイズのこの海外製のやつももう一丁買いたいかなって思う今日この頃まああんまり無理せず安い出物があったらっていう感じになると思いますまあちょっとこのねグレネード系もこ,のこれから季節からあんまり使いにくくなってくるんでこれを使ってる動画が出てくるかはちょっとまあ分かりませんけど な感じですちょっと短いね。まあまあそんな感じですわ。ではでは。